こんにちワンダーマジシャン、ハリーファイバーから出てきがちリュウです。さあ今日はですね、終焉の王デミスっていうね、史上最強の儀式モンスターを使っていきたいと思います。一個言っていいですか、来るのがね2年遅い来るのが2年遅いです。デミス、私前実装してほしいカードみたいなので動画化したんですよ一応。でそれ見てか見ずかちょっとよくわかんないけど、なんかこのタイミングで謎にデミスが実装になりましてですね、これ今更来てもね遅いんだよな。もう強い、楽しいんだけど、これどういうカードかっていうと、マジおじいちゃんホイホイカードですね。おじいちゃんが好きなカード昔 OCG やってる人だったら多分聞いたことがある、デミスドーザーとか、デミスボンバーとか、なんかいろいろね、そういう昔は伝説のデッキがあったんですけれども、今回は令和のデミスドーザーっていうので、まあドーザーは使わないんだけども、ドーザーを一切使わない令和のデミスデッキをね、ちょっとお見舞いしていきたいと思います。どういう効果を持ってるか、もう豪快です。超わかりやすい。2000ライフポイントを払って発動できるフィールドの他のカードを全て破壊するっていうね、めちゃくちゃやべえ効果を持っていて、で、OCG だと8000ライフあるんで何回もこの効果使えるんですけども、リンクスだと4000しかライフありませんので、1回使うともう使えなくなります。または2000ライフ減らされた後だと使えなくなります。効果が悲しいよねこれ悲しみ背負っちゃってんだけども、このモンスターの効果を通して全部っ破するとフィールドを、まあ、効果は豪快なん で全部っ破した後に2400となんか1600以上のモンスター立てればワンキルできるんで、このギミックを今回はやっていくと。で、昔の有名なギミックは昆虫族を2体墓地に落として、高等禁止技術でデビルドーザーを出すっていう、昆虫族ゲームから墓地から除外するとね、出せる昆虫族モンスターですけども、あとそれから闇属性の機械族をのレベル4を墓地送ってボンバー出して、ブラックボンバー召喚して、でブラックボンバーとシンクロして、シンクロ体と DDB とデミスでワンキルするみたいなデッキも結構あったんですけれども、今日はですね令和ということで、高等儀式で、ブルーアイズホワイトドラゴンを送って、銀龍の合法もしくは思い出のブラックで蘇生してブルーアイズとデミスで、ぶちかましていきます。これでワンキル、コンボパーツ3枚、高等儀式術デミス、合法以上、簡単でしょで、それをサポートするためにこれ巨大決戦とか使ってもねいいんですけど、一応ワンキルできるんですけれども、やっぱちょどうしても儀式の使い手の方が安定感が高いので、なので儀式の使い手にしました。で使い手にして、コズミックサイクロンぶち込んで相手のバックを除去しながら、1枚儀式にすり替えてこの、ギミックを揃えていくと。でその後に、デミスの効果を使って全部っ破した後に、リチュアチェイン出すなり銀龍の合法でブルーアイズ蘇生するなりして、倒していくと。でこれ何がいいかって、儀式の使い手って手札1枚戻せるんですよ。戻してから使えるんで、だからこの聖眼1枚でも戻せるんですよね。これがすごい強いです。でですね、天敵言っときますね。最初にこれ破壊するっていう、効果なんですよ全てを。まずですね、コキュートス、永遠に抜けません。永遠に抜けません、モンスターは。で、ですね、ペトルフィンも抜けません。ウィンダとかも、実質抜けません。あとはですね、それからデストロイサムライ、抜けません。ホムラカミも、ほぼ抜けません。そんな感じで、はっきり言うけど、来るのが2年遅い。デュエル、スタンバイ。さあ、ATM vs ATM、先行を取った段階で若干プレイングミスト。いうところはありますけれども、さあこれはライフポイント削られないことを祈ってターン終了するしかない。さあこれが厳しい。さあ闇雪選手、これ大丈夫か。これね、1000以上削られたらほとんど負けですね。一応2000ライフ残っていればワンチャンもありますけれども、まあほぼほぼ1000ライフ以上削られてしまった場合はほとんど負けと言っても過言ではないほどの絶望的な手札となっております。さあ相手はどんなデッキなんでしょうか。さあ ATM vs ATM、 おそらくこの2人でこの世のハードスクールの半分くらいは使い切ってるんじゃないかと、言われておりますが、さあ召喚魔術の効果を発動。なるほど、先召喚魔術終わったくせえな、これ終わったくさいです。さあ、デュエルエンドのデュエルエンドですか。さあプルガトリオかコキュートスか、白き霊竜とバスターブレード、何竜破壊の剣士バスターブレード、なるほど、竜実況チャンネル破壊の剣士バスターブレードが来て、ただしこいつはお
ダイレクトアタックできませんので、さあコズミックサイクロンで相手の伏せカードを除去していく。なんか奇跡起きましたよ、なんか奇跡起きた。さあ調和の方刺さった、リチュアチェインが出てくる。さあ、ここで、スキルを発動していく。儀式の使い手によってコズミックサイクロンをデッキに戻し、儀式魔法をデッキから手札に加えていく。さあこれはゲームエンドのお時間か。ライフポイントを削れない、相手が悪い。高等儀式技術の効果を発動、墓地にブルーアイズホワイトドラゴンを送り、史上最強の儀式モンスター終焉の王デミスを儀式召喚。デミス効果エンドオブザワールド。そしてリチュアチェーンを召喚し、リチュアチェーンのモンスター効果発動。この効果はマジでどうでもいい、もう今どうでもいい。これはクリボールケアをしているだけ、クリボールケアもできちゃう。このデッキ最強か。思い出のブランコを発動、墓地のブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。スキル発動をする必要はない、バトルフェイズ。さあこれは厳しい、闇ゆき選手クリボール持っていない、これは甘えていた。これこのムーブ2年ぐらい遅いと私は思っておりますが、皆さんどうお考えでしょうか。さあお相手の方、新たな宇宙、あ、もう勝てません、もうこんなカードは勝てません、勝てません。ブレイブネオスさん、そしてネオスフュージョンさんね、ネオスフュージョンさんの破壊耐性あれ抜けませんので、もうほぼ勝ってないと言っても過言ではありません。さあ、ユーマドの守護者を召喚していく。さあリューマドの守護者を召喚していく。あ、もう無理ですね、もうほぼほぼ無理ですね。これこの時点で負けそうなのマジやばくないですか。このデッキなんでこんなに破壊耐性が鬼ほどモリモリに ある環境でこんなデミスとかいうカードを出したんでしょうか。コナミさん、ネタ切れ感が半端ではありません、圧倒的ネタ切れ感。さあ現れるブレイブネオス来た。さあブレイブネオスを融合召喚していく。さあこれは厳しいか。さあ1枚カードをセット、なるほど、もう1枚カードをセット、なるほどなるほどなるほど。さあここで何を私は引くのか。さあ高等儀式技術を引いていく。さあリチュアチェインを召喚していく。さあリチュアチェインを召喚し、リチュアチェインのモンスター効果発動。さあデッキトップ3枚 OK 見て、あ、成果得られていく、成果得られていく。さあ成果は得られていく。さあここでもう俺はやるしかない、やるしかない、行くしかないからやるしかない。さあ高等儀式技術の効果を発動、デッキより通常モンスターを1体墓地に送ることによって終焉の王デミスを手札より儀式召喚していきます。さあ終焉の王デミス着地できるのか否か。さあ底足落としやらなどなどあるのか。さあ着地できるのか、着地はできるか、着地できるのか、できた、できました着地。さあ終焉の王デミス効果、さあ2000ライフを払ってフィールド上の自身以外の全てのカードを破壊していく。さあ終焉の王デミスの効果、これ1回使ったことによってもう使えない、ライフポイントが4000しかないからもう使えない。さあネオスフュージョンを破壊 破壊されて、あ、ネオスフュージョン、なるほど。さあ、思い出のブランコの効果によってブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく。これ銀霊の合法だったらワンチャンあったが、なんで思い出なんだ。さあバトルフェイズ、さあまずはブルーアイズでぶん殴っていく。さあここにおそらくタスケルトン使われていく。さあブルーアイズが死んでしまう、これは厳しい。ただしデッキトップ銀龍の合法にしておきました。さあこのターン耐えることができればワンチャンスあります、龍選手。さあどうでしょうか。さあカードを、おっと、龍魔殿の召喚、なるほど、龍魔殿の召喚の効果か、龍魔殿の召喚の効果、なぜデミスの効果2回しか、クリボール、なぜデミスの効果を1回しか使えないんだ。リンクスは4000しかない、なぜライフが4000しかない、なぜ8000ないんだ。さあドロー。さあ銀龍の合法を手札に引いた。さあこれで銀龍の合法を使ってバトルフェイズに入っていく模様。まずはさあまずブレイブネオスをぶち殺していく。さあネオスフュージョンおそらく墓地に2枚落ちてる。さあまずネオスフュージョンの効果を使うしかない。さあネオスフュージョンの効果を使って破壊から免れていく。さあ銀龍の合法の効果を発動、銀龍の合法の効果によってブルーアイズホワイトドラゴンを墓地より特殊召喚。さあ力を貸してくれ海馬社長、滅びのバーストストリーム、よーし、突破、なんと魂しています、なんと、なんという魂のデュエル、なんと破壊耐性が3回ほど、そして攻撃もストップしてきたネオスに対してこの盤面圧倒的強さ、環境トップデッキ。さあこれリューマドの守護者の効果を発動していく。さあリューマドの守護者の効果によって、墓地よりおそらくエレメンタル、エロメンタルヒーローネオス、誰とでもネオスが
もちろん裏側守備表示特殊化されていく。さあ裏側守備表示あまり怖くない。さあ伏せカードはないでほしい。さあ伏せカードセット状態守備表示いいだろう。あ伏せカードある。さあ何でしょうか、あの伏せカード、あの伏せカードは何でしょうか。リチュアーチェンいきました。コズミックサイクロンをなんとか引きに行きたいところ。コズミックサイクロンをなんとか引きに行きたいところ。さあリチュアーチェインを召喚するか迷ってるか。リチュアーチェインを召喚していく。さあリチュアーチェインの効果によってデミスを、手札に加える。さらにデッキトップにコズミックサイクロンを置いて、さあこれでなんとかしたいところだ。さあここでバトルフェイズいく。さああの伏せカード怖いか、あの伏せカード怖いか。何もない、よし何もない、何もないぞ。波紋をやめてください、波紋をやめてくださいとお祈りしながら、ホロメのバーストストイム通っていく。さあ通っていく、これは魂している、これは魂。あのカードはおそらくブラフ、あのカードはおそらくブラフ。さあ何を引いたところで何もできないんじゃないでしょうか。さあカードをセット。さあコズミックサイクロンである今伏せたカードを除去すればこのデュエルに勝利できそうです。さあ行きましょう闇遊戯選手、ドロー、コズミックサイクロンを発動。これなんでデミスの方がもう一回使えるんだよ。さあバトルフェイス入っていく、ホラビロバーストストリーム、デミスで最後殴れやー。さあお相手またクジャクマイ選手。さあクジャクマイ VS 闇遊戯の対決、ハーピーの狩りはおそらくブラックフェザー、ハーピーデッキなんていうことは、このデュエルリンクス上ありえない。ハーピーの狩り場を使って、ハーピーを使っているやつを今のところ、ここ数年は見たことがありません。さあ黒い旋風の効果を発動して、黒い旋風、そしてゼピロスを手札に加えていく。さあ旋風の効果によってゼピロスを加えられて、さあゼピロス召喚してゼピロスで旋風の効果発動。さあここでゲイルか。さあガンギ待ってるな、さあガンギ待ってるぞ、手札はガンギ待っている。さああとはブラックバードクローズを警戒すればいいといったところ。さあゲイルを特殊召喚した上で、さあシンクロ何を出していくか。さあシンクロ召喚レベル7、ライキリ出していく、大丈夫今のところ大丈夫。さあブラックバードクローズによる、あとはブラックバードクローズによります。さあ旋風を戻してゼピロスを特殊召喚していく。さあカードを1枚セット、カードをもう1枚セット、カードをそんなセットしちゃう、そんなセット入っちゃいますか。さあこれでブルーアイズを引いた、なるほどブルーアイズマジでいらないカード引いた。ただし手札は決まっている。さあコズミックサイクロンで何を抜くか。さあまず竜選手ど真ん中をぶち抜いていく。さあ外れた、外れていく、ゲッシュの使い手、これはもう魂を見せるしかない。一応ブルーアイズ戻して魔法カード、まあ無効にされることはないと思うが、一応魔法カードを手札に加えていく。さあ高等技術ブラックバードクローズあったら、おそらくだけれども手札に変えるはず、おそらくだけれども手札に変えるはず。さあブルーアイズホワイトドラゴンも墓地に送って、終焉のデミスを儀式召喚していく。さあ通るのか、果たしてこの効果は通るのか。さあ終焉のデミスのモンスター効果を発動、エンドオブザワールド、近所強い、近所強い、なるほど破壊されないみたいな効果で、なるほどはいはい、なるほどそこはいい、そこはいい。なーにこれ。